アイテム番号 SCP-818JP オブジェクトクラスケテル特別収容プロトコル SCP-818JP の影響範囲内とその周囲300メートルは高さ4メートルの有刺鉄線付きのブロック塀によって隔離されています塀の周囲は3名の警備員に偽装した 遠隔操作による殺傷が可能な首輪を装備した非武装の D クラス職員により巡回を行い、一般人の侵入の阻害を行ってください。巡回役の D クラス職員には小型の撮影機器を装備させ、その映像を少なくとも10分以上の遅延を発生させた複製を用いて財団職員による監視を行ってください。万が一、巡回中に SCP-818JP-1 の声や姿が確認された場合は、速やかに SCP-818JP 担当研究チームへ報告を行ってください。SCP-818JP-1 に暴露した人間は、すべて地下サイト81の研究施設へ収容し、備えられた焼却装置を用いて終了処分してください。この業務は、 必ず D クラス職員を用いて行い、業務の指示を行う際は必ず3名以上の D クラス職員を介した伝達により行われます。被害者へ何らかのインタビューが必要な場合も同様に3名以上の D クラス職員を介して行ってください。説明 SCP-818-JP は佐賀県山に存在する 50平方メートルの空き地内で発生する異常現象です。SCP-818JP の影響範囲内の中心には異常性のない高さ約1メートルほどの矢城が存在します。矢城の内部からはおよそこの未知の石片が発見されています。これらの石片に加工を行った形跡が見られることから何らかの物品が 経年劣化や外的要因により崩壊したものであると推測されています。しかし、各石片の劣化が非常に激しく、かつ石片の一部が喪失していると見られ、本来の形を再現する試みは失敗しています。SCP-818JP 内の環境は、積雪がある場合を除き、常に肉眼で土壌が観察できる状態で固定されています。 SCP-818JP は敷地内で人間以下被害者と表記が現代の日本国内で一般的に善行、礼儀正しいと言われる行為以下出現条件と表記を行うことで発生します。出現条件を満たした人間の周囲に SCP-818JP1、過 SCP 去 SCP-818JPA と SCP-818-JP-B の総称が出現します。SCP-818-JP-1 は外見上およそ70代の老夫婦のように見える人型実態の総称です。それぞれ男性型が SCP-818-JP-A、女性型が SCP-818-JP-B と呼称されます。 出現した SCP-818-JP-1 は被害者の行動に対して賛美の言葉を述べ始めます。賛美の言葉はひどく大げさなもので被害者の行動を全肯定する内容であり、偉いといった言葉が多く使用されます。この言葉は文法上や単語の意味的に使用が適切でない場合も使用され、その点を指摘した場合も 訂正を行わないことから、えらいという言葉に何らかの執着があると推測されています。SCP-818JPB が比較的通常通りに会話を行うことができる一方、SCP-818JPA は被害者に対する三次の言葉と短い単語のみで会話を行います。ただし、SCP-818JPB の言動も 非常に不安定なものであり、しばしば会話の食い違いが発生します。初回の遭遇では、ある程度被害者への賛美の言葉を述べた後、SCP-818-JP-1 はその場から消失します。一度 SCP-818-JP-1 と遭遇した被害者は、SCP-818-JP の影響範囲外で条件を満たした場合も、 SCP-818-JP-1 と遭遇し、賛美の言葉を受けるようになります。この行為による被害者への影響は、SCP-818-JP-1 との遭遇から数えた日数の経過により変化していきます。影響の進行速度は大きく個人差がありますが、SCP-818-JP-1 との遭遇回数が多ければ多いほど、 より早く影響が進行します。確認されている限り影響が最終段階まで到達するために必要な期間は最短4日から最長20日です。記憶処理を行うことにより被害者を SCP-818JP の影響から一時的に脱させることが可能ですが SCP-818JP-1 の出現頻度の増加は不可逆であるため ごく短い時間で元の影響震度まで戻ります。SCP-818-JP の影響震度の目安は以下の通りです。影響初期。被害者は他者から褒められるという行為に強い達成感を覚えるようになり、積極的に SCP-818-JP-1 の出現条件を満たし始めます。 また、しばしば被害者の性格がより明るく前向きなものへと変化することが確認されます。これは SCP-818-JP-1 の影響ではなく、行動を肯定されたことによる自信の向上が原因だと思われます。影響中期 SCP-818-JP-1 の出現条件が簡易なものへと変化し始めます。 同時に被害者は徐々に SCP-818-JP-1 以外の人間からかけられた感謝、賛美の言葉を自身に対する嫌味、皮肉と感じ取るようになり、結果として他者との衝突を引き起こします。この衝突はしばしば器物損壊、暴行、殺人などの事件を引き起こす原因となります。影響後期。 SCP-818-JP-1 の出現条件が、日本語が話せる、上手に歩ける、元気に生まれることができた、などの出現条件の回避が不可能なものにまで低下します。そのため、SCP-818-JP-1 の出現条件が常に達成され続け、SCP-818-JP-1 が被害者の周囲に存在し続けるようになります。 被害者自身も SCP-818-JP-1 に深く依存し SCP-818-JP-1 の言動のみに反応するようになります。この段階の被害者は食事や睡眠といった生命維持に必要な活動を行わずに生存することが可能です。すべての段階において出現する SCP-818-JP-1 は他の人間にも観察可能ですが 通常、被害者以外の人間に対して反応を示しません。ただし、SCP-818-JP-1 及び被害者の近く内で出現条件を満たすことで、SCP-818-JP の影響範囲内で出現条件を満たした場合と同様に、SCP-818-JP-1 が出現します。この時の出現条件は被害者の影響時期に左右されるため、最終的には、 影響周期の被害者に接近するのみで出現条件が満たされてしまう状況になります。また、影響中期以降の被害者の殺害は SCP-818JP-1 の出現条件に抵触するため、被害者の早期回収、早期処分が必要とされます。SCP-818JP-1 に対する攻撃は、 SCP-818-JP-1 の一時的な撃退以上の成果が見込めず、なおかつ SCP-818-JP-1 の出現条件を満たす可能性が存在するため、SCP-818-JP-1 に対する攻撃は推奨されません。実験記録日付2000年8月20日対象 D-81801 目的 SCP-818JP-1 への暴露とその経過記録 D-81801 に対して SCP-818JP 敷地内のゴミ拾いを行わせた見た感じゴミなんて落ちてなさそうだけどよこれでいいのか ?D-81801 が ペットボトルの蓋を拾い上げる。研究員。それを支給したゴミ袋の中に投入してください。D81801 がペットボトルの蓋をゴミ袋の中へ投入した。その直後、D81801 の背後に SCP-818JP-1 が出現した。えらいねー どうゴミ、偉いね拾って。あんたら、いつの間にそこに。今時、ゴミ拾いするなんて、若いのに、本当に偉いねああ、あれは、職員から D81801 に、 自身の意志でゴミを拾ったとの発言をするよう指示がなされる。いや、まあ、当然のことだからな。いえいえ、それができる人が偉い人よ。ねえ、おじいさん。とても偉いねえ。<laughs> なんか照れるな。誰かに褒められるなんて久しぶりだ。 その後、約5分間にわたり、SCP-818-JP-1 が D-81801 へ賞賛の言葉をかけ続けた。これからも続けてね。そろそろ行きましょうか、おじいさん。うん、うんうん。おう、じゃあな、じいさん、ばあさん。挨拶もちゃんとできて、 えらいねえ。お仕事、えらいねえ。SCP-818-JP-1 は D-81801 の視界外まで移動した後消失した。SCP-818-JP-A がお仕事という単語を発したことから、 D81801 が業務の一環として SCP-818JP-1 と遭遇したこと、もしくは財団職員が通信機器を通じて D81801 に指示を行っていたことのいずれかを何らかの方法で察知していた可能性があります。観察記録日付2000年9月10日 対象 D81801D81801 が SCP-818JP-1 と接触して約1ヶ月後地下サイト81隔離室内の記録映像ですもはや SCP-818JP-1 は消失することなく常に D81801 に対して賛美の言葉を投げかけ続けています ちゃんとおとなしくできて偉いねえ。偉いねえ。偉い。へへ、そうやって褒めてくれるのはあんたたちだけだよ。それはとても不思議なお話ね。そうなんだよ。誰も俺の手柄を認めないんだ。それどころか逆に、どいつもこいつも俺のことを馬鹿にしてくる。 はいはい。わかったわかった。偉い偉いってな感じでな。それはおかしなことね。私たちが褒めているのに。私たち知ってる。そうね。だってあなたは日本語が話せて偉くて、目がしっかり見えて偉くて、呼吸ができる偉い子だものね。 人殺して偉いねえ。上手。D クラスに慣れて偉いねえ。心臓動いた偉いねえ。生まれてきて偉いねえ。偉いねえ。偉いね,え偉いねえ。ちゃんとお仕事できて偉いねえ。 お仕事、偉いねえ。その後、終了処分により D81801 が死亡するまで、SCP-818JP-1 の賛美の言葉は継続していました。終了から終了処分までの間、D81801 は食事や睡眠を行いませんでしたが、問題なく生存していました。 また、SCP-818-JP-B の、ちゃんとお仕事できて偉いね、の発言の直後、D-81801 及び SCP-818-JP-1 を観察、監視していた財団職員名の周囲に SCP-818-JP-1 が出現しました。以前の観察、監視では、SCP-818-JP-1 の出現は確認されなかったため、 何らかの形で SCP-818-JP-1 の近く範囲が拡大している、もしくは被害者の SCP-818-JP に対する暴露の進行状況で一時的に近く範囲が拡大している可能性があります。修正。後の実験で被害者の SCP-818-JP-1 との遭遇が後期になることによって、 映像、音声を通じて SCP-818-JP-1 の出現条件が満たされることが判明しました。複製された記録の主張では SCP-818-JP-1 の出現は確認されませんでした。インタビュー記録日付2000年9月13日インタビューは研究員 インタビュー対象 SCP-818-JP-1 研究員は偶発的な事故により SCP-818-JP へ暴露し、すでに影響初期まで影響が進行しています。そのため終了処分前に自身が直接 SCP-818-JP-1 へインタビューを行うことを希望しました。 通信機器を通じた他の職員への SCP-818-JP 暴露を防ぐため、インタビューは SCP-818-JP の影響範囲内で通信機能のない記録機器を用いて行われました。記録開始。研究員が SCP-818-JP 内にある矢代に再選及び礼拝を行う。 直後に SCP-818JP-1 が研究員の背後に出現した。お参り偉いね。今日もお仕事を頑張って偉いね。ありがとうございます。今日はいくつかあなた方に質問を行いたいのですが、構いませんかあら、何かしら。あなた方はいつからここに いつも。そうねえ、昔からいるわねえ、おじいさん。具体的にいつからここにいるのかは覚えていませんか私たちが偉い時からよ。でも帰ってきたばっかりよ。一体どこから帰ってきたのですか直後。 SCP-818-JP-A が不意に泣き出し始める。SCP-818-JP-B がそれに寄り添い、SCP-818-JP-A が落ち着くまでの約10分間、会話が中断される。落ち着きましたかインタビューを再開しても構わないでしょうか茶色、黄色、白い、 狭い柔らかい部屋。ゴミ箱で他にもたくさんいた。はいああ、話の続きですね。どうぞ。毎日毎日意味のない歌を歌わされて、他の人たちと無理やり仲良くするように言われて、 私たちの役目は終わったと嘘を言われたわ。そんなことはありえないのに。何度も同じところを歩いた。まずいものを食べた。熱いお湯かけられた。あいつらはいつも私たちを見下していた。そして私たちを褒めた。 私たちを褒めた。私たちを褒め続けた。笑っていた。褒めるのは私たちであるべきだ。だから戻ってきた。お役目のためにね。お役目とはあなたたちには私たちが必要でしょ いないと困るよね。いや、まあ、話を戻します。なぜあなたたちは人間を褒めるのですかもちろん、偉いことだからですよ。いい子、偉いね。そうだとしても、あまりにも褒める基準が甘くなりすぎなのではないでしょうか えらいことに大きいことも小さいこともなくていいことも悪いこともないわ。それに褒められて嬉しくない人はいないでしょう。みんな喜んでくれるわ。そうですか。ではなぜあなたたちは褒めるという行為を通して人間に悪影響を与えるのですか みんな幸せでしょうに。まあ、そう見えなくもありませんが、少なくとも普通の生活を送ることは不可能な状態です。ええー、本当に幸せそうね。私たちに褒められて。幸せに違いないだろうな。 なぜあなた方に褒められることが幸せだと考えるのですか真似事じゃないから。そうね。私たちが偉いからよね、おじいさん。それは一体どういう意味ですか質問できて偉いね。私たちが偉いから褒めるのよ。 私たちが認めてあげているのよ。嬉しいだろう。そうねおじいさん。褒められて嬉しいのは私たちが偉いからなのよ。私たちは本物なの。だから私たちに褒められると嬉しいの。はあ。では、なぜあなたたちが偉い存在であるのか 理由を教えてください。もちろん昔からそう決まっていたからよ。みんな、みんなそう言っていたわ。だって私たちは偉いのよ。褒めることは褒められることより偉い。そうね、おじいさん。その通りですね。あの部屋の人たちもそうしていたわ。 それに私たちが褒めるとみんな喜ぶのよ。それが証拠よ。ほらね、私たちは偉いでしょえ、ええ、あなた方の偉さは十分に伝わりました。では次の質問ですが。ねえ。何でしょうかきっと多分、世界を守ることは、 一番偉いことだ。間違いないわ、おじいさん。それはきっと一番偉いことよ。偉いねえ。だが君たちは決して正義ではない。君たちが世界を守るために、時には善行とかけ離れた行いをすることを私たちは知っている。 信念にのっとり、他者の正義を押し付け、必要であれば多くの犠牲も許容することも知っているわ。それでかわいそうな目に遭っている子たちもいるでしょうね。だがその行いがずっと偉いことだということを私たちは理解しているよ。 あなたたちがその信念にのっとって私たちに何かをしようと考えていることも知っているわ。そしてそれはとても偉いことよ。私たちは君たちを認めるよ。それが私たちの役割だ。だけど忘れてはいけないよ。 私たちの方がずっと偉い。私たちより偉いものは存在しない。私たちが一番偉くて、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 偉いんだ。君たちには褒められる義務がある。それから逃げちゃいけないよ。だって偉いのは私たちなのだから。 これからも頑張ってね。私たちのために褒められるためにこの世界を守ってね。それはとても偉いことだよ。わかりました。これからも私たちは世界を守るために従前の努力をしていくことを約束します。偉いね。 本当に偉いね。そのうち他の子たちも褒めなきゃいけないわね、おじいさん。うん。ええ、きっと皆さん喜びますよ。偉い子たくさん偉いね。昔のように偉い。本当にそうね。 しばらく留守にしたせいで今はボロになってしまったけどすぐに昔みたいに立派になるわよ。だって私たちは偉いんだもの。みんなきっと戻ってくるさ。ええ、そうなるといいわね、おじいさん。みんなって 一体誰のことだったかしら、おじいさん。さあ。その後、約20分間、重要でない会話を行い、SCP-818-JP-1 は消失した。本来予定されていたインタビュー内容が残っていたのにもかかわらず、研究員が SCP-818-JP-1 を引き止める様子は見られなかった。 記録終了。インタビュー終了後、研究員は影響中期まで影響が進行していることが確認されたため、記録機器が回収された後に終了処分を受けた。インタビューの内容からして、SCP-818-JP-1 は以前、病院もしくは老人養護施設に類似した機能を持つ施設に在籍していたのではないかと推測されています。 また、インタビューの途中から明らかに SCP-818-JP-A の発言内容が単純な称賛の言葉や短い単語のみでなく SCP-818-JP-B と同等の言動を行っている様子が確認されていました。このような変化を引き起こした要因は現在不明のままです。SCP-818-JP-B の発言から 財団に所属していること自体が SCP-818JP-1 の出現条件に新たに追加された可能性が存在するため、SCP-818JP に関する業務は全て D クラス職員を用いて行われることが決定されました。追記。2000年10月6日。 現在、SCP-818-JP の近隣の収容サイトで業務を行っていた複数の財団職員より、業務中に、偉いねという言葉を聞いたと報告が行われました。また、そのうち1名は男性の声で、偉いなあという言葉を聞いたと報告しています。現在のところ、SCP-818-JP-1 の出現が確認された例は存在しませんが、 SCP-818-JP-1 の影響範囲の拡大、SCP-818-JP-A の能動的な活動が行われているなどの可能性が示唆されます。これらの現象については、まだ十分な情報が集まっておらず、引き続き調査が行われています。また、D クラス職員による SCP-818-JP 隔離防護壁周囲の巡回を行わせることで、 SCP-818-JP の影響範囲の拡大が行われていないか、常時検査が行われることが決定しました。